始めた4月の、16日、ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ・アントーケ教会、CS 子ども礼拝を行いたいと思います。総額のうちに心を鎮めて主を待ち望んでまいりましょう。はじめにお祈りいたします。天のお父様、今日の CS 礼拝導いてくださり、このように私たち一人一人を御前に集わせてくださりありがとうございます。大変のうちに豊かに主が望んでくださり、あなたからの祝福を豊かに受け取り、恵みをすべてを受け取っていくことができるように導いてください。はじめにあたり感謝して、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは最初に主を、賛美する時を持って終わりたいと思います。Thank you.
ます。さらに続く礼拝一つ一つのプログラムを祝福し、神の御手を持って守り助けて、導いてください。さらにお祈りします。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。それでは、みんなと一緒に、主の祈りを祈ってまいりましょう。はい、主の祈りを祈って、いきましょう。天に増します我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、罪を犯すのを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。はい、ありがとうございます。それではですね、この後は吉田牧師に導いていただいて、聖餐式の時を持ってまいります。知らせるものであります。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったことを告げ知らせる、皆さんに知っていただくものです。イエス様をご自分の救い主として信じ、すでに洗礼を受けておられる方、イエス様を私の救い主、僕の救い主と信じている方、そして洗礼を受けたことがある方、またはイエス様を信じているので洗礼を受けたいって思っていらっしゃる方は、この実施ぜひこの式に加わっていただきたいと思います。またインターネットでこの子ども礼拝を見ていらっしゃるお友達の皆さんも、イエス様を私の救い主、僕の救い主と信じている方、また洗礼を受けていらっしゃる方、洗礼を受けたいと思っていらっしゃる方はぜひこの式に加わってください。インターネットでご覧になっている方はパンとブドウ酒、ブドウジュースをご自分で用意していただきたいと思います。それではこの聖餐式のためにお祈りをいたします。愛する天の下の神様、この聖餐式をありがとうございます。このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち一人一人のうちに御体と御血潮の恵みを豊かに表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共に悔い改めのお祈りをしていきたいと思います。もし悪いことをしてしまったことがあったら、心の中にですね、罪がありましたら、まず神様に心の中でごめんなさいというお祈りをしておいてください。これらのお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。
それでは聖書の御言葉を読ませていただきます。イエスはパンを取り祝福して持ちこれを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の御体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約のうちです。多くの人のために流されるものです。では皆様、お持ちをいただきましょう。はい、出た。じゃあちょっとお別れをさせていただきます。今週は皆さん楽しみにしている白馬キャンプがありますね。夏の白馬キャンプというのは4日間でとても長いんですけど、すごい一番暑い頃に行われるじゃないですか、はい、で私一人暮らしなんですけど、ベランダに植物が好きなんで、うん、たくさんの植物を置いてるんですね。でこの暑い中ですね、お水をあげずに4日間置いとくっていうのはですね、もうとっても大変なことなんですね。そうだね。で、そうなんです。帰ってきたらもう枯れちゃうかもしれないと思いながら、行く前にたっぷりあげていくんですけど、お天気が続くとですね、どうしてもカラカラになってみんな塩塩のパンになっちゃうんですね。で、おととしかな、もう去年も祈ったんですけど、神様にうちの上だけ大雨が降りますようにってですね、お祈りをしたんですね。ちょっと日差しがあって屋根があるので風も強くて降り込まないとかかってくれないので、うちの周りだけ大雨が降って植物にお水がかかりますようにってですね、お祈りをしていきました。そしてですね、白馬キャンプの最中にですね、携帯がねビリビリビリって鳴ったんです。で、何だろうと思ったらですね、私の住んでいる地域の小平なんですけど、小平地方ですね、大雨警報っていうのが出ててですね、すごい大変な雨が降りますってお知らせが届いたんですね。で、私はそれを見てですね、おーっと思ってですね、神様がお祈りに聞いてくださったってびっくりしたんですね。私はそこにいないので、雨が降っても全然困らなかったんですけど、地域の方々はですね、大雨で大変だったかもしれないんですけど、ベランダにですね、いっぱい雨がかかってですね、お家に帰ったらもうみんなシャキッとして元気でですね、油ちゃんなんかピチピチってですね、ですね、すごくお水を神様がたくさんくださってですね、植物を守ってくださいました。神様はですね、そういうお祈りも聞いてくださったっていうですね、お渡しをさせていただきました。今年もお祈りをして出かけていこうと思います。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、本当に、なかなか4日間も5日間もお家を出ちゃうとね、本当にこの植物とかね、動物とかいろいろとお家にね残していくとき大変なんですけども、本当にこの神様の恵みでたくさんの雨がね与えられたという感じで、ね、ありがとうございました。感謝いたします。それではですね、この後、石野牧師にさらにですね、神様からのお話メッセージをしていただきたいです。よろしくお願いいたします。ながらお待たせしました。それでは今日のお話に入っていきたいと思います。ヨルダン川で、先週のお話を覚えているでしょうか。ヨルダン川でバプテスマ、洗礼を受けられましたイエス様は、その後ですね、聖霊様に導かれてアラノにいらっしゃいました。アラノっていうのは石と砂と、もう何にもない何にもないところですね。何にもないんですね。お花も咲いてないし、寂しい静かなところです。はい、そこにイエス様たった一人でいらっしゃったんですね。イエス様は何のためにいらっしゃったんでしょうか。そこでですね、お祈りをするために行かれました。そして40日、すごいですね、
40日昼も夜も1ヶ月以上ですね。40日の間何も食べないで、何も召し上がらないで、何にも、そうなんです、何にも何にも食べないで、ずっと父なる神様にお祈りをしていらっしゃいました、ね、40日の間何も食べずにお祈りをされて、そして40日が終わった時、イエス様は本当にお腹が空いていたと思います。もうヘトヘトだったと思います。腹の熱いところですしね。そしてお腹が空いてヘトヘトだったと思うんですけども、さあそこで何が起こったでしょうか、ね、力がなくなったかもしれない。そこへなんと悪魔がそーっと近づいてきてこう言いました。イエス様、40日も何も食べないでお祈りされて本当にすごいですね。もうお腹が空いたでしょ、もうお腹がペコペコですよね。あなたは神様の子だから何でもできるじゃないですか。さあここにあるほら、あの石にパンになれって命じたらいいんじゃないですか。そうしたらふわふわの焼きたての美味しいパンになって、今すぐそのパンパクって食べられますよって悪魔が言ったんですね。イエス様はもちろん何でもできます。石をパンにしちゃうことなんてイエス様だったらできますけど、イエス様はどうしたと思いますか。なんておっしゃったでしょう。イエス様は天のお父様である神様が、大丈夫ですか。イエス様は神様に聞かないで勝手にご自分の力を使おうとはなさいませんでした。石を持っていらっしゃいますね。感じちゃうのかな、そんなことは。どうなさるかなイエス様は神様がこうしなさいって言ってないことはしませんでした、ね、そして悪魔に向かってこう言ったんです。今日の御言葉ですね。御言葉を読むの忘れてしまいましたけど、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、ね、聖書の中に書かれています。神様の言葉を悪魔に向かって言ったんですね。皆さんも言ってみましょう。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。そうですね。もちろんですね、私たちを生きていくために美味しいパンとか果物とか野菜とか食べなくちゃいけません。好き嫌いなく食べてくださいね。ピーマンもブロッコリーも人参も何でも美味しく、お魚もお肉も美味しく食べてくださいね。全部は食べれない。そうなの神様は作ってくださったものだから何でも感謝して美味しく食べてくださいね。その人参もブロッコリーもピーマンも私たちの体を強めて健康にしてくださいますけど、神様が私たちに与えてくださる神様の口から出る言葉は私たちを慰めたり励ましたり、そして強くしていってくださるんですね。神様が全てのことに感謝しなさいっておっしゃったら、私たちはどんなことでも、神様ちょっと悲しいけどこのこともありがとうございますってお祈りをしますね。そうすると私たちの心に神様はそーっと入れてくださって、悲しい思いを取り除いてくださって、そして優しく包んでくださって喜びで満たしていってくださいます。神様の心言葉は私たちを本当に強めてくださる、生かしてくださる言葉なんですね。ですから口から食べる食べ物だけでなくて、私たちは神様の言葉によって生きていくんですね。はい、そうですね。皆さんも神様の言葉によって今日も元気に生きていることを感謝したいというふうに思います。神様がおっしゃることはですね、しっかりと美味しい食べ物のようにしっかりと受け取っていきましょう。それが私たちの心のご飯なんですね。そして悪魔はそれを言われて、だってもう何も言えなくなりました。でもそれで諦めたでしょうか。諦めなかったんですね。
次に何をしたと思いますか？次に悪魔はイエス様を神殿の高い屋上、屋根の上に立たせました。すごい高いですね。お家が遠く小さく見えます。そこから覗いてみると、たくさんの人がここ神殿なので、神様の宮なので、神様を礼拝に来ているのがよく見えました。そこで悪魔はイエス様にこう言ったんです。さあイエス様、たくさんの人が来てますね。もしあなたが今ここからかっこよくひらーって飛び降りたら、そして神様は聖書の中であなたを助けてくださるって、守ってくださるって書いてありますから、きっとあなたが下にバタンと落ちないように天使を使わせてさっと助けてくださいますよね。それを見たらみんな、おおすごいな、これこそ神様の子供だ、イエス様は神様だって思うんじゃないですか。さあここから飛び降りてみたらどうでしょうって言いました。でもそれは神様がおっしゃってはいないことです。神様が私たちのわがままを勝手にすることをですね、助けてくださるかどうか神様を試すことになってしまいます。そこでイエス様は悪魔に言いました。聖書には神様を試してはならないと書いてあります。ですね。イエス様は神様の言葉でもう一度悪魔に立ち向かいました。そして飛び降りたりしませんとおっしゃったんですね。悪魔はそれを聞いて、それが本当のことだったから、神様の言葉だったから、もう何も言えなくなってまた、はぁーってなってしまいました。さてこれで悪魔は諦めたでしょうか。諦めなかったんですね。さあ最後に悪魔は何をしたでしょうか。見てみましょう。そうだね、見えないね。見えてないけどイエス様に見えたんだと思うな。すると最後ですね、悪魔は高い山の上にイエス様を連れて行って、この世界中が見える高い山に連れてきました。そして世界中の素晴らしい景色とかですね、世界宇宙を見せて、イエス様にこう言ったんです。ほら見てごらんなさい、この素晴らしい世界、もしあなたが私を礼拝するならば、ね、神様の代わりに私を礼拝するならば、この世界の全部全てをあなたに差し上げましょう。さあどうですか、この世界のすべて欲しいでしょう。さあこの私を礼拝しなさいと言ったんですね。イエス様はそうか、じゃあ礼拝しようかなって言ったと思いますか。ね、イエス様は何と言って悪魔に立ち向かったでしょうか。イエス様はこうおっしゃいました。そうなんです。イエス様は何ておっしゃったと思いますか。下がれ、サタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にだけ使いなさいと書いてあります。あなたを礼拝することを私は絶対にしません。私の神様は天の地なる神様、ただお一人です。私は神様だけを礼拝しますと悪魔に言ったんですね。悪魔はもう何も言うことができませんでした。そしてヒューヒューってなってイエス様の前から消えていきました。イエス様は悪魔のこの悪い誘いを全部神様の言葉で断ったんですね。そしてイエス様は勝利を取られました。はい、私たちも神様の言葉にですね、しっかりと従ってまいりましょう。なんかです、
悪い思いが来た時も、いいよこのぐらいいいから嘘ついちゃおうよとかですね、あれちょっと欲しいから取っちゃおうかななんて悪い思いが来た、そうですね、ルーク君その通りです。神様はそんなことはしちゃいけないって言っているですね。ちゃんと自分の心に言ってください。そして神様のおっしゃっていることをしっかりと守っていきましょうですね。神様の言葉が私たちを生かしてください、強めてくださいですね。本当の心の栄養なんですね。もう一度最後にみんなでこの御言葉を読んでいきたいと思います。それでは1、2、あ、これここは失礼しました、マタイのマタイの4章4節ですね。はい、それでは御言葉をもう一度ご一緒に読んでいきたいと思います。1、2、3、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。また4章4節、はい、ぜひ覚えていっていただきたいと思います。良いですね、4の4、はい、いうことですね。はい、そして神様の言葉をたくさんいただいて元気にですね、生きてまいりましょう。それではお祈りさせていただきます。愛する天の下の神様、今日のお話をありがとうございます。イエス様が悪魔に神様の言葉で勝ったように、私たちも神様の言葉を掲げて悪魔を退けて、そして神様の言葉にだけ従っていくことができるように、助けてくださって守ってくださいますようにお願いいたします。イエス様がいつも一緒にいてくださって守ってくださることをありがとうございます。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。元気よくアメンができたところで、ハレルヤを賛美していきたいと思います。ありがとうございました。私に感謝をさせます。